4月11日木曜日、本日の天気は晴れのち曇り、最高気温は15度の予報です。豊島情報スクエア始まります。こんにちは、大江千恵子です。4月11日木曜日の豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。なお再放送はご覧の時間帯に放送しております。それでは本日の番組スタートです。皆さんはフードロスという言葉はご存知でしょうか。まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことですが、今回はこのフードロス削減の対策の取り組みやご家庭でできる対策もご紹介いたします。それでは本日のゲストです。豊島区環境清掃部ごみ減量推進課事業推進グループから中野良一係長、そして上田直樹さんにお越しいただきました。お二方本日はどうぞよろしくお願いいたします。この番組のご出演というのは初めて、はい、初めてです。初めてですか、はい、ちょっとじゃあ緊張してますか。はい、ね、ぜひリラックスしていつも通りお話しするような感じで、はい、今日はいろいろ教えていただきたいと思います。本日よろしくお願いいたします。さあ早速なんですけども、日頃お二人はどういったお仕事をされてるんですか。私たちは、はい、瓶缶ペットボトルなど資源をリサイクルして、はい、もうかの名前通りゴミを減らす取り組みをしております。そうなんですね。この番組では視聴者にどういったことを知っていただきたいですか。そうですね、日頃出るゴミをですね、はい、ご家庭の中からも減らして、はい、全体のゴミを減らすような心がけを各ご家庭でも行っていただけたら嬉しいです。はい、そうなんですね、家庭でもできること、ね、はいはい、このフードロスなんですが、はい、豊島区ではどういった、はい、あ、そうですね、一般的にはフードロスという言葉がよく知られていると思うんですが、はいはい、豊島区では食品ロスという言い方を、食品ロスって言うんですね、はい、しております。はい、はい、で日本の食品ロスは約 半数が家庭からと言われています。家庭から出ているものなんですね。そうですね、はい、はい、でまあ、これを削減できれば、うんうん、食べ物の廃棄量を減らすということだけではなくてですね、はい、もう家計面でもメリットがありますので、なるほど、はい、ぜひですね各ご家庭でも食べることや、はい、捨てないで使い切る、うんうんうん、ということを意識して、はい、ご家庭でも調理などね、はい、買い物とかしていただければと思っています。なるほど、はい、ね、環境にも優しいし家庭にも優しい、ね、ということですね、はい、さあその食品ロスなんですが、豊島区ではどのような現状になってるんですか。そうです、日本では年間約621万トンの食品ロスが発生しています。はい、はい、あ、621万トン、はい、で日本人1人当たりに換算すると、はい、毎日お茶碗約1杯分、お茶碗1杯分というのが約 136g なんですけども、はい、そのご飯の量を毎日捨てていることになるんです。もったいないです ね、 ですね、そう考えると、はい、はい、で豊島区で換算しますと毎日39トンという量の食べ物が廃棄されていることになります。そうなんです ね、 ね、 ね、よく昔はねお茶碗にご飯が一粒でも残ってると ね、 ね、農家の人に怒られるぞなんて言われたりしたんですけども、 ね、 ね、そうですよね、はい、実際にこの食品ロスというのは家庭ではどういったケースがあるんですか、上田さん。そうですね、家庭でよく出てくるケースとしては、はい、やっぱり買い物を逆に多くやりすぎてしまった場合、買いすぎですね、買いすぎですね、はい、そうです、おっしゃった通り買いすぎてしまった場合ですとか、逆に使い切れないで捨ててしまう場合ももちろんありますし、うん、そうですね、一人暮らしの方とかも、うん、そうですね、あとご飯を作った時に、はい、予定してた量よりも多く作りすぎてしまった場合、はい、それもありますし、はい、あとは食べきれないで残してしまった場合もあります。
その他買っておいて賞味期限だとか、はい、消費期限が切れてしまってもう食べれないから捨ててしまうということもあるかと思います、うん、はい、最後にいやこれはよくあるかもしれないんですけれども、はい、冷蔵庫の中にしまっておいたまま忘れていて、はい、気がついたら期限が切れてしまっていたっていうことがあると思います。あります、ね、ちょっとなんか大きめのものの後ろにかけてるんですか、はい、しますね。で画面に表示されているように、うん、はい、家庭でよく出てくるフードロスっていうのはこの3つよく出てくるものなんですけれども、はいはい、野菜とかを皮を剥いた時の剥きすぎてしまって過剰除去って呼ぶんですけれども、うん、そういった場合で捨ててしまうものが約半分以上占めています、はい、もったいないですね。そうですね、はい、それから先ほどの使い切れないで捨ててしまうような直接廃棄っていうものだとか、はい、あとは食べ残してしまって捨ててしまう、うん、この大きくこの3つのものがよく家庭から出てくるフードロスの内訳になっています。そうなんですね。これはねちょっとした気遣いでなんか改善できそうな感じもします ね、 こう見ると。そしてさっきおっしゃってたんですが消費期限と賞味期限、はい、これは違いはどういったことですか。そうですね、賞味期限と消費期限、はい、違いはありまして、はい、賞味期限っていうのがカップ麺だとか、うん、缶詰に表示されている期限で期限を過ぎないまでは美味しく食べれますよという期限になってます、うん、で消費期限がお弁当だとかお惣菜に記載されているもので、うん、はい、期限を超えた後はあまり食べない方がいいもので、うん、どちらもやっぱり生ものご飯のものなので、はい、開封しないするに開封したらなるべく早く召し上がっていただいた方がいいと思います。はい、わかりました。そうですね、生ものは気をつけたいですもんね。はい、では大江さん、ここで一つクイズを出したいと、はい、あら、なんでしょう、ちょっと急に来ましたね、はい、ドキドキしちゃいます、はい、では牛乳に表示されているもの、賞味期限と消費期限、どちらの期限が表示されていると思いますか。牛乳には消費か賞味かどっちの期限。いや、牛乳は先ほど話してたように生ものなので消費期限ですか。消費期限で、はい、ファイナルアンサーです。はい、すいません、間違えました。ピンポンって言いました。じゃあ誤差ですかね、これは。すいません、最初ピンポンって言ったんですけど、これは×ですね。すいません、実は牛乳には期限表示2つあって、はい、あ、2つあるんですね。そうなんです、はい、なので賞味期限も消費期限もどちらもあるので、はい、そうですね、私の心の中では丸にしたかったんですけど、実際はどちらもあり得るっていうのが答えなので、はい、なるほど、×になるんですけど、ね、実際に牛乳パック見てみましょうか。ちょっとそうですね、ここにある牛乳なんですけど、はい、これは賞味期限が、あ、なるほど、表示されているものなんですけれども、はい、賞味期限ということですね。賞味期限っていう表示されている牛乳は、はい、殺菌方法がとても高い温度で殺菌しているものに関しては、はい、ここですね。じゃあこれは殺菌温度が高いから賞味期限のみということなんですね。もう一つ、消費期限が表示されている牛乳は、はい、温度がとても低い温度で超低温殺菌というもので、よく見ます、低温殺菌っていう、ありますね、はい、うんうん、であまり作り方もやっぱり難しいみたいなので、はい、消費期限っていう牛乳はそこまで多くはないようなんですけれども、はい、なので牛乳はそうですね、2つ期限が表示されていることでどちらもあり得るというのが答えになっています。なるほど、勉強になりましたきっかけ問題ですいませんでした、はい、ありがとうございます。ちなみに牛乳ってよくじゃあなんか飲んでなんかまだいけるかなと思って4日間ぐらい飲み続けちゃうんですけど、はいはい、目安としてはどのぐらいなんですか。飲み切った方がいいというような。そうですね、賞味期限がやっぱり記載されている牛乳でも美味しく、はい、飲めるっていうものなので、 あくまで美味しく飲めますよという。そうですね、なので開封したらなるべく早く飲んでいただいた方がいいと思います。わかりました、なるべく早く飲み切ります。ありがとうございます、ね、期限の違いをしっかり理解して、ね、食品ロスの削減につなげていきたいですね。はい、先ほど豊島区でも毎日39トンもの廃棄があるとおっしゃってたんですが、これの削減の取り組みというのはどういったことがあるんですか。上田さん、お願いします。私中の方でちょっと言わせていただくと、保育園やですね、小学校に出向いていきまして、はいはい、年間20回ほど出前講座をしております。出前講座、はい、また区民の方を対象に駒込にある、女子栄養大学と協力しまして、はいはい、食品ロス削減対策講座を行っています。あ、
なるほど、はいはい、で講座では女子栄養大学が考案していただいた食材を使い切る、はい、エコで美味しいレシピで、食材を無駄なく使い切る野菜の剥き方ですとか、はい、知りたいですね、はい、調理のコツ、はい、うんうん、食材の保存方法とか、あと、なるほど、そうですね、冷凍のコツなど、はい、そういった実際の調理を通じた、うんうん、そのレシピ、実際に、ね、はい、実践しながら、そうなんです、はいはい、なるほど、で紹介してます。で、はい、調理した後はですね、実際に試食も行うことができるので、はい、いいですね、はい、嬉しいですね、はい、うんうん、で今年はですね、2月にはですね、はい、西武百貨店の、はい、コーナーでも、はい、こういった講座の方を開く、いたりもしました。そうなんですね、はい、綺麗、はい、なお料理が出ていますが、ね、色鮮やかで、はい、これがね、無駄なく調理したものっていうことで、そうですね、はい、はい、うんうん、またそれからですね、はい、フードドライブというものも行っておりまして、はい、フードドライブ、はい、何でしょう。フードドライブというのはですね、ご家庭で眠っている、はい、まあ、使われていない、はい、食品をですね、はい、持ち寄っていただきまして、うんうん、必要とする人に活用していただいて、そういった事業なんですけど、また食べられるものを捨てられてしまう食品などを減らす取り組みなんです、はい、なるほど。今こう出てるのが実際に受付ですかね、これで、はい、受付でこういったものを受け付けてますというような、はい、ご紹介なんですけども、はい、缶詰ですとかレトルト食品などを持ち寄っていただいて有効活用しております、うんうんうん、私も家に眠っています、こういう、ぜひお持ちください、はい、そうですね、はい、まだね、お家で眠ってるものがありましたら皆さんぜひ、はい、お運びください、はい、ね、さあフードドライブ皆さんにもっと広がってほしいですね、はい、はい、それでまだまだお話伺ってまいりますが、ここで一旦西巣鴨にある大正大学の学生による映像作品をご覧ください。タイトルはソメイヨシノ、そのふるさと駒込を巡るです。桜散ってきていますが、この番組ではまだまだ満開の桜を楽しむことができますよ。どうぞ。春の訪れを告げるソメイヨシノ。その発祥の地である東京豊島区駒込を巡ってみましょう。JR 山手線駒込駅北口を出てすぐにある桜ポスト、そして少し歩いたところにあるのがソメイヨシノ桜記念公園。江戸時代、駒込は染井村と呼ばれ、多くの植木職人が住んでいました。この地で生み出された桜がソメイヨシノとして全国に広まっていきます。駒込駅より徒歩7分の門と蔵のある広場、一角にある旧庭家の蔵は国の有形文化財。地域ゆかりの写真を土曜、日曜、祝日限定で一般公開もしています。門と蔵のある広場から3分ほど歩いたところにあるソメイヨシノ桜の里公園。駒込で生まれたソメイヨシノが日本の春を彩っています。
桜綺麗でしたね。大正大学の学生による映像作品をご覧いただきました。さあ、ここまでは豊島区の食品ロスなどの現状についてお話伺いましたが、ご家庭では何かフードロス、食品ロスの削減の対策などはありますか？そしたら、はい、家庭でできる食品ロス、はい、じゃあ教えてください。食品ロスを減らす取り、はい、7つのヒントというものを紹介したいと思います。7つのヒント、はい。1つ目なんですけれども、うん、お買い物に行かれるときに、うん、先に冷蔵庫の中を見てから行って必要以上に買わないようにするのがよろしいかと思います、うん、なるほど、そうですよね。帰ってきたら、あ、これあったなっていうことありますもんね。あとお腹が空いた状態で買い物に行かないことも大切だと思います。お腹空いてると、はい、いろんなものにそうですね、手が伸びてしまうこともあると思うので、はい、そうですね、それが一つ目だと思います。一、はいはい、つ目、はい。二つ目ですが、うん、作り置きをできればまとめ買いすることもお得だと思います。はい、わかりました。はい。三つ目ですが、はい、必要な分だけ買うことも大事なんですけれども、うん、保存の方法について知識があると食材を無駄にしないことができます。はい。例えばなんですけれども、はい、女子大学の先生がおっしゃってましたけれども、はい、大根っていうのは生のまま実は冷凍できるそうで、生のままできるんですね。そうですね。で、輪切りにしてラップでくるんで冷凍することで、うんうん、逆に味が染みやすくなるみたいで、あ、美味しくなるんですね。そうですね、味が染みやすくなるっていうので、はい、それも一ついい方法だというふうにおっしゃってました、うん、はい。4つ目ですが、はい、同じ食材でも味付けが変われば飽きずに食べることができるので、うん、はい、カレー粉で味を変えたいだとかスパイスで、うん、味を変えて、そういったふうに同じ味がずっと続くっていうよりかは味を変えてみたりするのも、うん、そうですね、いいですね。そうですね、いいと思います、うんうん、はい。5つ目ですが、はい、定期的に冷蔵庫クリーンデーというものを作ると食材の無駄が減らせると思います、うん、はい。その定期的に冷蔵庫の中身をチェックするような感じで、うん、いいですね、清潔にも。そうですね、その時に安全を考えて余っていた料理は必ず加熱して食べていただいた方がいいと思います、うん、はい。6つ目ですが、はい、余ったおかずは冷凍保存をして取っておくといいと思います、はい。煮物だとかはほとんど冷凍できるということなので、うんうん、冷まして平らになるように容器だとかビニール袋に入れて、うんうん、保存して冷凍してもらうといいと思います、はい。最後の一つなんですけれども、作り置きするときは傷みやすいものから食べていただいた方がいいと思います、はい。食べる順番だとかを家族の皆さんで共有して、無駄を防ぐのがいいと思います、うんうん、はい。最後さらになんですけれども、はい、生ゴミとかやっぱり出てくると思うんですけど、うん、はい、そういった時捨てるのがギュッと絞って水気を切ったりすると重さを少なくできたりだとか、はい、生ゴミの匂いだとかも少なくできるというので、うんうん、それも一つ実践してみていただくと良いかと思います。はい、わかりました。ありがとうございますね。ためになる7つのヒントということで、実際にこれやってるよという方もいるかもしれないですね。そうですね。ね、こういった一人一人の意識がね、食品ロスの削減につながっていきますよね、はい。さあ、今後の区の取り組みやお知らせなどはありますでしょうか。はい、高野さんお願いします。あ、はい。先ほどご紹介しました、はい、フードドライブの食材の、はい、受付場所なんですが、はい、現在は豊島清掃事務所でのみ行っているのですが、はい、はい、やはり今後はですね、皆さんの利便性とかも考えて、はい、本庁舎、こちらの本庁舎での受付を進めていきたいと考えております。はい、本庁舎でも、はい、はい。でこれは詳細はどういったところで見ることができますか。そうですね、はい、今後ホームページですとか、はい、広報誌出てますね、はい、あ、そうですね、フードロス、はい、豊島区などで検索していただければと思いますけども、はいはい、検索して、はい、イベントなどもそういうホームページですとか広報誌などにどんどん出して、はい、皆様にですね、フードロスに取り組んで、あ、食品ロスにですね、はい、取り組んでいただけるよう周知してまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、では視聴者の方、区民の皆様に一言お願いします。はい、豊島区では今後も、食品ロスを減らす様々な取り組みをしてまいります、取り組んでまいります、はい。でぜひ各ご家庭でも、先ほど申しました、紹介しました7つのヒントなどを、はい、ぜひですね、参考に、一つでもいいので、冷蔵庫の中を見てから買い物に行くとか、はい、そういった一つ一つの取り組みをですね、ご家庭でも、取り組んでいただければと思います。はい、ではお二方、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは明日はご覧の内容でお送りします。さようなら。